仮想通民ども立ち上がれ月曜日だ。やるしかねえだろう。2024久保です。いつもご視聴本当にありがとうございます。更新の励みになりますのでグッドボタンよろしくお願いします。こちら公式 LINE です。定期的に限定激アツ情報配信しておりますので登録推奨です。以前開催しました必見2024年下半期投資戦略 Zoom ですが大好評でした。初心者中級者の方が最も効率的に仮想通貨で儲けるにはどうしたらよいかズバーッと話しています。アーカイブを希望の方は概要欄の LINE に2024年下半期どうなんと関西なまりでメッセージをください。ということで本日のテーマですけれども、バイデン失脚で仮想通貨大暴騰、送り人爆誕の予感をお届けします。毎週月曜日に配信しておりますマクロ分析とクリプト戦略、そして最近のトピックスです。まずはマクロ経済から見ていきましょう。何よりも大事な米国債利回り週ラインチャートですが、オレンジが2年債利回り、青が10年債利回りです。先週はともに上昇、依然として10年債利回りより2年債利回りの方が高い逆イールド状態、不景気を織り込んでおります。実質金利は 2.03%、 先週比プラス 0.03%、 米国債10年利回りからインフレ率を引いた数字です。プラスであればリスク3にネガティブ、マイナスであればリスク3にポジティブとなります。下げていけるか注目です。米マネーストックです。平時は多ければリスクアセットにプラス、少ないとマイナスなのですが、インフレ下ではマネーストックが増えるとインフレがぶり返してしまう懸念があります。じり下げ。フェア&グリードインデックスは44で、フェア先週比プラス3ポイント。米株 S&P500 週足です。 ATH をした後上髭で下落。日経平均先物週足です。持ち合いを上抜け。ドルインデックス週足です。横横。ユーロドル週足若干の反発。ドル円週足 161.2 円まで続伸。皆さん資産防衛できておりますか。ゴールドドル週足高値停滞。 WTI 原油ドル週足じり上げ。ビッグ週足 12.45、 恐怖指数と呼ばれております。市場は落ち着いております。続いて最重要のフェドウォッチです。ほな行こか。上が先週、下が今週、コンセンサスに若干の変化がありました。利下げ開始は9月で変わらず、年内利下げ予想回数は2回で変わらず、直近1年の利下げ予想回数は5回から4回へ減少となっております。米 CPI5 月の数字を確認しておきましょう。上が総合 3.3%、 下がコア 3.4%。CPI Now です。6月総合は 3.12%、コアは 3.52% と、総合は低下、コアは悪化予想となっております。今週の経済指標です。なんといっても米雇用統計に大注目です。続いてパウエルのおじきウォッチです。特に目新しい発言はありません。一時停止してご確認ください。ここまでよく分かったよという方、グッドボタンよろしくお願いします。よく分かった、分かんないなどのコメントもお待ちしております。続いてここから仮想通貨です。仮想通貨全体のビジュアリゼーション、週パフォーマンスはアルトを中心に全面高となっております。仮想通貨全体の時価総額週足は 2.274 テラドル、下髭で耐えました。ステーブルコイン時価総額です。上がテザー、横横、下が USDC、 解約減少。ステーブルコインが解約償還されると仮想通貨から資金流出していることになりますので、ネガティブファンダとなります。ビットコインフェア&グリードインデックスは53で、ナチュラル先週比プラス2ポイント。アルトコインシーズンインデックスは22で、先週比プラスマイナス0ポイント。 It's ビットコインシーズンです。トータルハッシュレートは大きく下落。これが上がるとマイナーがコストをかけてもマイニングしようとしている証でありますので、 BTC 価格にはネガティブとなります。BTC ドミナンスは 54.77%、 下がるとアルトターンが来ます。 BTC ドル週足です。史上最高値の7万3800ドルをつけた後、5万6500ドルまで下落、その後6万3000ドルで推移しております。時間軸別の状況を確認しておきましょう。長期数年レベル見れば余裕で上昇トレンド、中期数ヶ月レベルではレンジ、短期数日数週間レベルでは下降トレンド。各レジスタンスサポートラインを確認しておきましょう。レジスタンス6万6000ドル、7万ドル、サポート6万ドル、5万6000ドル、戦略トレード戻り売り、長期投資ドルコスト現物買い。現物取引所の BTC 残高です。134.5 万枚とじりじり少なくなっております。売り物が少なくなれば必然的に価格は上がりやすくなります。
ビットコインアドレスで0以上あるもののアドレス数は5424万アドレス、世界人口の 0.7% 弱にしか過ぎません。続いてイーサアルト関連です。ウルトラサウンドマネーより昨年のマージ後のイーササプライはマイナス 0.155%、 先週比プラス 0.008%、 インフレ、イーサ価格にはネガティブです。イーサリアムのステーキングフリーズは 27.3%、 先週比プラス 0.66% 増加。これが高まるとセキュリティが強くなるのでイーサ価格にはポジティブとなります。イーサドミナン週足です。横イーサ BTC 週足です。じり上げ。イーサドル週足です。こちらもじり上げ。アルトコイン全体の時価総額は610ビリオン、踏ん張れるかかなり大事な局面をなんとか耐え戻しております。 DeFi 全体の TVL は 96.357 ビリオン、先週比マイナス 1.655 ビリオンとなっております。ここで一息ついてグッドボタンよろしくお願いします。よく分かってよ、分かんないよっていう内容コメント欄に書いて、送ってください。続いて本日のメイントピックスです。先週バイデンとトランプ氏のテレビ討論会がありました。そしてその結果、なんとなんとバイデン氏の再選確率というのが 20% を切るまで下がり、でトランプのおじきの大統領に選ばれる確率が 53.4% まで上がっております。でなぜこのような急落をバイデン、氏の当選確率下がったかといいますと、そのテレビ討論会で、かなり高齢の年齢不安というのが露見したと、つまりあまり的確に答えができなかった、言葉に詰まるようなシーンが多々あって、で支離滅裂な発言をしていたということで、バイデン氏の当選の確率というのがガクンと下がりました。なので、米国民はバイデン氏に失望したということです。で、逆にですね、民主党の候補として、候補というか新候補ですね、としてギャビン・ニューサム氏ですね、アメリカのカリフォルニア州知事をやっております。でこの方は民主党なんですけども、57歳のようです。ですので、高齢のバイデン氏81歳ですか、から若返りを図って、で大統領選に挑む可能性というのが出てきたと、ということもあって、このニューサム氏の確率というのが 10% ぐらい、 9%、10% 弱ぐらいですね、まで上がっております。でこれが仮想通貨市場にどのような影響を与えるかという話をしたいんですけれども、たびたびこのチャンネルではトランプ氏は仮想通貨に対してかなりフレンドリーな発言を連発しているということで、トランプ氏になると仮想通貨にとってはポジティブ、かなりポジティブという話はしてきました。でバイデン氏も以前よりはちょっと仮想通貨に対して優しくなっているような節がありますよという話もしてきたんですけれども、じゃあこのギャビン・ニューサムさんってどんな人なのかというと、カリフォルニア州知事なんで、シリコンバレーがある場所なんですね。なのでかなりその最先端のテクノロジーとかに対しては明るいというか、支援的な人間のように思われますので、バイデンさんよりもいいんじゃないかなと。でどっちに転んでも今回の米大統領選で言えば、トランプ氏でもニューサムさんでもどっちもポジティブ、トランプさんの方がポジティブ度合いは高いと、かなりイケイケに仮想通貨をですね、今後アメリカが一番であるべきだみたいな発言をしてますので、ポジティブなんですけども、一個ですね、トランプさんの場合は保護貿易をするんです。要は関税をかけて、でアメリカ第一主義なんですけども、その場合その関税かけると海外からの輸入品のものが上がるわけじゃないですか。要は物価が上がるんですよね。そうすると今頑張って利下げ前でね、インフレを抑え込んで、で利下げをしようとしている状態でまたインフレがぶり返すと、今のこのレート 5.25 から 5.5% のレートからこの 3% 前半ぐらいまで下げていくんじゃないかという利下げのシナリオというのが頓挫して、途中の高いところで止まってしまったり、さらに言えば、逆にねまた利上げをしないといけないということになると本当に大混乱になると。ですので、
トランプのおじきが当選した場合、まあ、初動では仮想通貨に対してかなりポジティブになると思われますが、その後のインフレ状況次第ではもう逆にその行ってこいっていう可能性もあり得るかなと思っております。で、全てがうまくいった場合ですね、仮想通貨民、仮想通民として、見た場合、まあ、トランプ、共和党のトランプ氏が当選する。で、それで初動で仮想通貨ぶち上がっていく。そして利下げもその頃11月ですから、まあ、9月に利下げが行われていれば年内もう1回あるという感じになりますので、利下げが順調にいく。で、そしてインフレがぶり返さない。で、トランプ氏はドル安方針なんで、仮想通貨って、仮想通貨っていうか、ドル高になると仮想通貨全体がちょっとしんどい状況になるんですね。で、ドル安の方が仮想通貨全体が上げやすいっていう状況になりますんで、で、そのままトランプ氏のドル安政策が行われて、で、インフレがぶり返さないで利下げが順調に落ちてった場合、来年かなりのバブルが期待できるのかなと、まあ、全てがうまくいった場合ですよ、はい、そのようなバブルが生まれる可能性があると。で、そうなった場合ですね、前回の2021年のバブルのように、本当に少額から送り人みたいな人が爆誕していくことが起こりますので、このあたりのね、その米大統領選っていうのは非常に重要なテーマですから、またチェックしてお届けしたいと思います。よろしく、メカドックという方はグッドボタンを押してお知らせください。そしてまた、よく分かったよ、分からなかったよという内容ですね、ありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。続いて、米国における iOS のアプリのユーティリティ部門ダウンロードランキングですが、なんとファントムウォレット、メタマスク、ローニーウォレット、すべて100位圏外になりました。そしてコインベースのアプリはもともと100位圏外ですが、100位以内に入ることもなく、同じく100位圏外となっております。ですので、市場はかなり、市場というかユーザー化はかなり今心理的な冷え込んでいるという状態です。はい、では仮想通貨まとめです。投資家情動サイクルに照らし合わせますと、仮想通貨の現在は興奮からスリルあたり、注目すべきはインフレ状況と現物 ETF の流出入、そして米大統領選の動向でしょう。これらのヘッドラインで大きく動く展開となると思います。こちら毎週お伝えしております、現物ビットコイン現物 ETF の流出入の状況です。先週の1週間は月曜日がマイナスで、その後プラスが少しですが続いております。こちらも毎週お見せしております現物 ETF の分析シートですね。で、6月24日からこのような流出入となっており、平均はですね、7日平均、これが21日平均で14日平均となって、7日14日はマイナス2で、21日はなんとかプラス圏を維持と。で、21日平均の ETF のアベレージの買い圧 とマイナーの売り圧ですねを比較して、今拮抗するのがここですね、約9万ドル弱、8万9千ドルなので、話6割ぐらいで考えると5万4千ドル程度になりますよね。なので、まあ、結構現物 ETF のパワーが今弱いということで、これが入ってこないとなかなか上げていく展開になりづらいかなと、まあ、あとは利下げとかがあれば、まあ、入ってくるとは思いますけどね。ちなみにこの BTC 分析のシート欲しい方は概要欄に BTC 分析と送ってください。ということで、引き続きインフレ動向や米ドル流動性、 BTC 現物 ETF のインフロー、米大統領選の動向を確認してシェアしていきます。2024年現時点の最新の投資戦略です。エアドローや局地的なテーマ、需給トレードで得た利益は BTC の買い増し、またはイーサーの買い増しでエアドロスノーボールを狙っていきます。アルトコインでキャピタルを狙うより、イーサー複利でエアドロスノーボールした方がリスクリターンが良いのではという気がしております。その理由は必見、2024年下半期投資戦略というズームで話しておりますので、アーカイブ希望の方は概要欄の LINE に2024年下半期どうなんと関西なまりでメッセをお願いします。
はい、BTC に関しまして過去動画で10年20年スパンの長期で BTC1 億円の可能性もありと言ってきましたが、もっと早くしそうですね。今年は1000万円、来年は2000万円を突破するでしょうと話しておりましたが、1000万円はあっさり突破。人間の心理的に安かったものを高くなってから買うのは非常にストレスがあり難しいです。超長期ではまだまだ仕込み時ですが、そろそろ感覚的に買いづらくなってくる価格だと思いますが、 BTC に関しては半減期の供給減と法定通貨の信用失墜による需要増により、超長期ではほぼ上げ続けることが予測されます。よってタイミングを考えずドルコストでコツコツ買う、もしくは余剰資金なら一発買い、これが大抵の人の正解となります。初心者の方におすすめなのは、意味不明なほど稼げるエアドロで利益を上げて BTC のキャピタル狙いやイーサでエアドロスノーボールを狙うことです。超低リスクハイリターンのエアドロを狙ってみたい、ブラウザ FX で驚異的な利益を上げたいという方は LINE 登録しておいてください。ということで、週初の地合や相場感分析でした。地合というのは天気予報や地図みたいなもので、台風の中で外で遊ぶ人やナビも見ずに知らない場所へ行く人はいないじゃないですか。投資は勝ちやすいとき、勝ちづらいときがあります。今がどういう状態なのか、何に資金が向かっているのかを知ることはとても重要です。その指針としてぜひ参考にしてください。ブラボー。という方はグッドボタンを押してお知らせください。コメントもお待ちしております。これからも皆さんが自由を手に入れるために必要なことをお伝えしていきます。今週も一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。久保についてくれば OK です。ディスコに入ると完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタン、通知ボタン、応援コメントよろしくお願いします。